第1問です。過去1番は似たような問題たくさんありますからね、優しい問題で。過去2番以降に関してはフェルマーの小定理ですね。フェルマーの小定理の経験があるかどうかで分かれると思います。まず過去1番。すいません、これですね、無線受信機とちょっと距離が近すぎたようです。それで歪んじゃってるんですが、次回以降大丈夫です。原因特定しましたので。ここのところ、括弧1というだけです。ちょっとおかしなものになってますけども。で、MC の i というのは、こういうふうに書けますね。m×m-1、点点点で m-ai-1 と。で、分母は i の階乗になりますね。で、ここで、これもちょっと歪んでしまってるんです。同じ理由です。i は m-1 以下。これ m です。すいません。次回以降気をつけます。i は m-1 以下なんですね。で、この時に m が素数なんですよね。今。この問題文の条件からです。で、i と m は当然互いそう。i-1 とも m も互いそう。で、すなわち i 以下の数値は全部互いそうだ。ということがわかります。で、ここで、そうであるならば、ここのところですね。これ m かかってますけれども、そもそも i の階乗、いずれの数字ともこれ割り切れることはありませんから、m 以外の数字と割り切るしかないんですね。ということで、ここの部分が約分されて整数になるということで OK だということがわかります。ということは、常に m が残りますからね。MCI という数字には。というわけで、すべて m が倍数になっているということがわかります。DM が m ということですね。で、2番目ですけれども、ここですね。ちなみに、なんで m が最大の数というふうになるかと申しますと、これは、直感的にわかると思いますが、i が、i が m-1 の時ですね。そうするとこれ m しか残りませんからね。どう考えたって最大の数は m になるしかないというところになりますから。というわけで、答えはこういうふうになるということがわかりますね。i が m-1 の時。m-1 の時ですから、そうですね。m が、dm が m になるしかないということですね。で、k イコール1の時にどうなるかと。2番ですが、これは機能法でいこうということです。明らかに、任意の、すべてのっていうことを言ってますからね。機能法で、しかも機能法使えって言われてるわけですから。これは機能法ですよね。で、k イコール1で、これは当然ね、差し引いたものが0になりますから、どんなものであっても、これは、割り切れますね。DM で割り切れるということがわかります。で、k イコール n で、割り切れると仮定しまして、じゃあ n プラス1の時どうかというふうに言いますけれども、当然こういうふうに書けるわけですね。n プラス1の m 乗引く m プラ、n プラス1。で、これが展開すると二項定理から、こういうふうに書けますね。前の部分。で、後ろの部分そのまま書き写してやって、で、さらにですね、ちょっといじってやります。今、j イコール0から始まってますね。これを j イコール1からに変形してやります。そうする、で、マコバ m マイナス1の形にしてやると、1がまず出てきます。で、中身のところ変わらず、n の m 乗のところが外にもう一つ出てきますね。で、今一つは、n プラス1そのまま移行しています。すると1がキャンセルしやって2つの部分に分けることができます。こういう形ですね。n の m 乗引く n のところは、これ仮定から、これ dm で割り切るということを仮定しましたから。で、ここの二項定理の部分ですね。これは dm で割り切ります。なぜかと。n の n、j 乗のところは、これは、とりあえず放っておいてですね、括弧1番から証明された MCJ のところ、これは必ず DM イコール M となることが、M が素数のとき、これも同様ですね、括弧2番のときも。
保証されていますから、これは全てのこの中の部分、任意の J に関して倍数 DM、因数ですね。DM という因数、すなわち M を持っているということが分かりますので、これは割り切れるということが分かります。で、過去3番ですね。今度は M が偶数の時は1か2ということを示してくださいねということを言われているんですが、まあ、括弧2番で証明したこと、これは、モジュロ DM に関して K の M 乗引く K が0と合同であるということが分かっています。で、ここで K のところに DM-1 を入れてやります。すると、まあ、こんなふうに書けますね。で、今ですね、この DM に関して、ちょっと展開してやると。で、DM、今、モジュロの DM を書いていますから、まあ、これ、すいません、線3本ですね。ここのところ、すいません、イコールになってます。線3本です。失礼しました。で、マイナス1の M、M 乗プラス1が、これ0になると。0と合同となるということが分かりますね。まあ、二項定理で転換すればすぐ分かることです。ここのところは DM で割れますから。で、今、この M の数字が偶数ですよね。偶数になっています。偶数ですね。M が偶数の時を証明してますから。で、であるとするならば、これは2と、モジュロ DM に関して2と0が合同だということを言っているわけですから、ということはですね、これは2は、DM の倍数だということがわかります。ということは、DM は1か2になるしかないということがわかりまして、証明終わりということになりますね。まあ、フェルマーの小定理を知っている子であれば、この K の M 乗引く K が、モジュロ M と、つまり、モジュロ M で合同、すなわちモジュロ DM ですね。ということは、ピンとくると思うんです。で、細かいところ、まあ、数列の、まあ、問題解くときの原則でありますけどね、微調整をとりあえずして強引に変形してしまうっていう、まあ、この辺の部分ですよね。ここのところですね。ここの、まあ、ここから、ここの部分から変形してこういうふうに持っていくと。この辺の変形っていうのは、数列の鉄則にそのまま乗っ取った変形と見ることもできます。まあ、いずれにせよ、ドキドキしながらやるか、それとも、フェルマーの小定理かと。いうように感じながらできるかという、違いはこの辺に出るんじゃないかなと思いますね。まあ、括弧1番は難しいということはないと思います。おそらくは括弧1番で割れるということはなかったでしょう。で、括弧2番を超えられれば、まあ、括弧3番でこれちょろっと K が DM-1 の時って入れましたけどもね、ここのところは、まあ、さして難しさはないんじゃないかなと。は思いますけれどもね。まあ、もちろん念頭にあるのは、DM で、二項定理で、まあ、DM を含む項であれば、二項定理展開したときに、モジュロ DM であれば消えるということが、念頭にあった上でやってるわけなんですけども、ただまあ、この問題の場合、見た目でその記号が多いなぁと、まず組み合わせの2位の M-1 個の組み合わせが出てきまして、で、その後 DM という数字が、文字が設定され、で、さらに M が素数らしいぞと、まあ、あっちこっち情報が散在してますからね、そこで難しさを感じるんであれば出てくるかなと思いますけども、まあ、意外と真っ二つに分かれた問題かもしれないなというふうに見ておりました。まあ、大学院の数学ではこれ D3 でついてるんですけど、D で30分というふうについてるんですけど、個人的には、まあ C ぐらいかなという感じはありますけど、ね、発展問題かなという印象はありますけれども、ただ繰り返しますが、フェルマーの小定理、
経験ない子にとってはもう間違いなく D 難度でしょうね。今回は、08-09年度の東大理系数学、理科の数学ですね、の第1問の解説をさせていただきました。クラスオンクラウドの鈴木でした。